はいどうも、中井です。今回ですね、前回の動画でこのゲームのひどい PV 詐欺の件と、なぜこんなゲームが生まれちまったのか、反響良ければ深掘りしますよっていう話をしましたね。良かったかで言うと、再生数が50万回を超えて、高評価も1万件を超えましたと。コメント欄もですね、目を通させていただきましたが、深掘りしてくれという意見がたくさんありましたので、これでやんなかったらそれこそやるやる詐欺だろうということで、やることにしました。低評価の嵐動画がね、伸びるのは素直に喜んでいいのか、ちょっと複雑な気持ちもありますが、今の状況としては YouTube もそうですが、ユーザー評価がとにかく低いので、みんな酷評をしている空気になってます。普段ポジティブな動画しか出さない YouTuber も、これだったら叩いても問題なさそうだなみたいな感じで、次々とこのゲームの批判をするもんで、まあ、出てくる動画とかね、 SNS の評判とか、とんでもないことになってます。しかしこの動画では、そのゲームの面白い面白くないの話はもうしません。実はそこはこれから話すことに比べたらそんなに重要じゃなくて、果たして上場企業はこれやっていいのか、テレビのプロモーションとそれに乗っかるゲーム未来について話していきます。今回はなんでこうなったのか、先般は誰なのかってことについて話していきます。ですので最後まで聞いていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。ゲーム業界でプロモーション詐欺といえば、伝説のプロゴルファー猿のわけですね。皆さんご存知でしょうか？当チャンネルでも紹介したことがあります。あれは PV 見ただけだとなんか面白そうだったんだけど、PV がその全てで、内容があまりにも薄いクソゲーだったというか、ゴルフじゃなくてスゴロクでジャンル違いだった。要約するとそんな感じです。さて、そんな猿とダイには案外共通点が多いんじゃないかと僕は考えています。まず前回 PV 詐欺についてお話すると予告したのでその件ですが、ダイの大冒険の PV 見てみると、猿と同じく全力出してます。プレイ時間の大半を占める紙芝居パートを1ミリも出していません。 3D ムービーでお任せますね。あとはアクションシーンを出す。まあ、アクションの面白さって見ただけじゃちょっと分かりづらいので、そこも問題ないです。ただ PV はね、まあ、短いですから、いいところの詰め合わせ、そういうこともあるだろうと、珍しいことじゃないだろうと思うじゃないですか。じゃあ PV 以外のプロモーションですね。今時生放送とかイベントとか案件とかいろいろありますよね。これ見てみたんですよ。さすがにさらっと紹介してんじゃないかなと。これがね、徹底してアクションしか出さないんですよ。驚くほどにね。いや、ソシャゲでもイベントでアドベンチャーの映像出しますよ。いや、嘘だろうと思っていろいろ見たんですけど、出てたのが、その戦闘中に紙芝居が挟まれるっていう、仕方がなく出さざるを得なかったケースだけ。で、PV も TGS のイベントも案件生放送でさえ、ストーリーは NG でした。もう極力出さない。これはね、意図的に NG を入れてないとこうはならないですよ。とある案件生放送がありました。それはもうなんか前半ほとんどバトエンの話しかしないっていう恐ろしい生放送だったんですけど、演者がバトル終わってストーリーのところにカーソル合わせたら、スタッフがね、いや記憶の神殿でみたいなやり取りもありました。怖いですね。腫れ物になってます。これスクイニから NG 出てますかね。案件のオリエンシートの NG 事項の書いてあるでしょ。セピア色のやつ映さないでって。さらにちょうどこの原稿を書いてる時にゲームウィズがレビューとか上げてたんですよ。クリアレビューとか言って、で見てみたら、ストーリーを要点的に見せてくれるとか、アニメのカットシーンをとこう説明してるものの、映像にセピア色の紙芝居がないんですよ。プロモーションの表記とか一切ないんですよ。宣伝じゃないという体なのに紙芝居の映像はなしというようにですね、まるで誰かをかばってるみたいですね。いや、僕がこのゲームの案件を奇跡的に受けたとしても、さすがに出しますよ。7500円もするものなわけですから、それに全部伝えないとなっていうのあるじゃないですか。もちろん悪く言いすぎないようにとか、ある程度の気遣いはあるにしても、さすがに出さないっていうのはね、ちょっと考えられないんですよ。っていうように徹底してストーリープレイ時間の大半を占める紙芝居を隠してるわけです。 3D ムービーの時間なんか全部合わせても50分ぐらいですからね。ほとんど紙芝居と残りつまんないアクションですから、この見せ方はひどいだろうと。これみんなで結託してユーザー騙そうとしてんじゃないのって思われても仕方がないですよね。まあ、実際そういう風な意見もネット上あります。で、さらにもう一つ残念なお知らせがあります。で、ゲームイズにしてもそうですが、国内ゲームメディアがやってることおかしいんですよ。ここまでひどいもんなのに面白くないよって言わないんですよね。それどころかファミ通のクロスレビューでは8点、8点、7点、8点で合計31点、シルバー殿堂入り相当のなかなかの好評がついてます。ここにもね、暗黒陶器の使い手がいたようですね。これ見て買う人もいるわけじゃないですか。高いお金出してね。まだこれが基本無料のゲームだったら時間無駄にしてなくて終わるんですけど、7500円ですからね。ダウンロード版で買ったらもうとんでもないですよ。売れないし、まあ、実際のところファミ通のクロスレビューなんかに価値を感じてる人って割合で言うともうほとんどいないとは思うん
ですが、母数自体は取ってるんで、100人くらいはね、これで買ってもおかしくないと思うんですよね。というわけで、今起きてることはかなり深刻で、こう日本のトップクラスの大手ゲーム会社と、日本トップクラスのゲームメディアが、つるんでることしてると。示し合わせたかのように紙芝居隠すじゃないですか。その目的は、開発失敗したゲームの費用を回収するために、見栄えだけ良くして宣伝してユーザーに負担をお願いすると。7500円で押し付けて、赤字を少しでも抑えるため。っていうことじゃないですか。ユーザーは被害者ですよね、これ。ただこの件はあんまり騒がれてないんですよ。ひたすらゲームがクソだみたいな話しか言われてない。しかし僕はどっちかというと、クソゲーを作ったことではなくて、そのクソゲーを PV、公式番組、TGS、案件で、いい風に見せて、いやまあ、いい風に見せたのはわかりますよ。ただ限度ってもんがあるじゃないですか。そのメディアまでつるんで、ユーザーに爆弾ゲームの爆弾をね、押し付けようとしたこと。こっちの方がずっと問題だと思います。このゲームが出るっていうところまでは、ああ、これ世に出しちゃいけないゲーム、世に出したな、くらいの感想なんですけど、こんなえげつなやり方で売るのはってありなのって。これがまかり通るんだったら、ゲーム作る必要すらないですよ。それっぽいムービー作って、面白くないゲームと適当に合わせて、プレイ時間水増しするコンテンツ入れて、まあ、最後までクリアするのに数十時間かかりますようにして、まあ、ゲームメディアにいいとこだけ言わせれば、ボロ儲けじゃないですか。ここまで来ると、もう台だけの問題じゃないんですよね。これも日本のゲーム業界全体の仕組みの話になっちゃう。まあ、とにかくゲームメディアがゲーム会社に忖度をしてしまうもんで、こうなっちゃうわけなんですよ。もう力関係的にね。で、結果として、売るためなら結託して何してもいいのっていう状況になってるわけですよ。これをじゃあどうすればなんとかなるのかっていうと、これもユーザーの声以外ないんですよね。で、ゲーム会社にもう自浄作用が働いてないわけですし、メディアはそれに乗っかって広告費をもらうわけですから、ユーザー側がノーって言わないと、これ永遠に変わらないと僕は思ってます。っていうのがまあ今日一番したかった話です。で次は、どうしてこのようなゲームが生まれて、ものすごい宣伝方向で売り逃げをしようとしたのかっていうと、これにはですね、まあ、少し心当たりがあります。二つ要素があって、一つはパブリッシャーであること、二つは集英社が絡んでることです。まずはそのパブリッシャーですね。そのつまりゲームを開発するデベロッパーじゃなくて、お金を出したり販売したりする側にまつわる話なんですが、僕自身いろんなゲームパブリッシャーさんとお話したことがあります。まあ動画でも対談してますね。で、パブリッシャーとデベロッパーはこうあるべしみたいなのは決まってないんで、会社によってだいぶ幅があるっていうのは前提で聞いてほしいんですが、まあ、スクイニっていうか、まあ、エニックさパブリッシャーなんですよ。もともと自社開発じゃなくて、まあ、ドアドアもポートピアもドラクエもチューンソフトが作ったものを売ってました。売る係なんですよ。今現在のやり方としては、プロデューサーとかディレクターとかを一人二人立てる、つまりこのゲームはこういうものだっていうのを決める人をスクイニから出して、他は外注で開発会社に作ってもらうってことをよくやってますね。つまり指示する人を出すってことなんですよ。で、有名どころで言うとバンダもそうですね。スクイニよりもその傾向が強いです。で、そういうパブリッシャー系の会社は意外にも広報の発言力が強いです。なぜなら作る会社じゃなくて売る会社だからですね。場合によってはプロデューサーより発言力が強いこともあります。売るという点で広報プロモがこれじゃ売れませんよって言ったら結構判断濁るんですよね。ありがちなのが、こんなゲームの素材ではよく見えません、いい PV は作れませんってわけですよ。そこでちょっと揉めると、これどうなの、大丈夫なのってなりますよね。で、開発現場に余計なメスが入っちゃう。で、何が言いたいかっていうと、これに近いこと起きてたんじゃないかなってことです。というのも、このゲーム2019年に発表されてるんですが、2021年になった時に、まあ、作り直しますって言ったんですよ。結構な範囲を作り直してる、特にグラフィック面。これは発表時のユーザーの反響が悪かったことを元にって話なんですけど、ゲーム発表してグラしょぼいって言われたからモデルから作り直しましたって、まあ、言葉は悪いですけどバカじゃんって思うんですよね。ユーザーが騒いだから途中で企画の中身変えちゃう、2年延期で予算も膨らませるっていうのは、まあ、愚の骨頂ですよ。まあ、ドラクエチャンピオンズみたいなゲームならね、完全に作り直すとか一旦止めるとかもありだと思うんですが、大の大冒険メディアミックスですから、出す時期っていうのが結構限定されてるわけですよ。アニメ放送中に出さなきゃいけない。で、まず僕は延期したこと自体が間違いだと思ってて、その以前のクオリティのままゲーム作ってよかったと思ってるんですよ。というのも、それまで発表されていた映像を見ると、まずレオナ姫が存在していたことで、連携攻撃みたいなこともしていた。で、少なくともアバン先生もいたことで、敵モンスターのバリエーションも多くて、今よりフィールドを冒険してる感じがしたこと。まあ、グラフィックの面でファンが望む理想の大の大冒険のゲームとは言えませんが、予算の問題もありますし、十分な落としどころだったのかなと。で、仮に延期するのであれば、それはグラフィックの向上じゃなくて、プレイアブルキャラの追加とか、ストーリーを最後までやることだと思います。まあ、延期して最後まで作ります。なら、納得いきます。
きますよね。ユーザーからすると2年延期でクオリティアップすると聞けばなんだかいいことのように聞こえますが、開発期間が 2,3 年からプラス2年されたのであれば予算を倍使ってるってことに等しいです。そして大の大冒険はそもそもキャラゲーですから、いくら宣伝しても広くマスに売れることはないです。100万本とか最初から売れるわけないです。いくら人間っていいなのパロディを出してもそれがマスに見られることはあってもマスに売れることはないんですよ。ファンの数は限られているので、2倍の予算かけてクオリティアップすれば2倍の人に売れるわけじゃないってことですね。なんで利益を出すためにどれだけスカスカのゲームでも高値で売らないといけなくなるということです。7500円とかね。つまり2021年の段階だったら4000円でも良かったんですけど、2023年になったら7500円にしないと赤字になってしまう。だから7500円にしなきゃいけない。単純に計算するとそうなってしまうわけですね。じゃあ延期して何が起こったかってことに関しては、ほとんど紙芝居で 3D のクオリティを上げただけ。その代償としてレオナ姫とかアバン先生はプレイアブルから消滅、クロコダイも不在ですから、その価値があるかというと僕は絶対ないと思います。まあ、事実発売からたった1週間でこのゲームは新品の値段が半額になりました。適正価格は少なくとも4000以下だったですね。2021年のアニメ放送中に出さないことでより盛り上がりもなくなるし、まあ、当時であれば祈願城までだったとしてもアニメがまだ途中だからそこまで言われなかったことでしょう。しかしアニメ放送終了後からしばらく経った後に出すんであれば物語は完結する必要がありますよね。というわけで延期すること自体がだいぶ違うのと、開発が炎上して仕方なく延期するならわかるんですけど、てか多分炎上してたんですけど、 3D 作り直すは全然わかんないです。やるなら延期します、最後までやりますだけです。ただこんなことはですね、開発はわかってると思うんですよ。ユーザーがいくら騒いだと言っても予算がないんだから、予算の範囲内で作ったらこのクオリティになるのはしょうがないだろう。いいんですよ別に、ないものはないんだから。その範囲内で精一杯面白いゲーム作りましたっていいんですよ。で悪いのは今まで作ったものを捨てて作り直して中身がないですってことですから、予算ドブに捨てて予算ないですは言い訳にならないですよね。なので開発側としてはこんなことやりたくないですよね。じゃあそのユーザーの意見みたいな対外的なことを気にしそうなのっていうのはやっぱ広報なんですよね。かつてスクイニに僕が絡んだ時、あの結層界で飛んできたことありましたからね。これは僕の想像ですけど、広報の目線だったらば納得いくというか、まあ、この叩かれてるグラフィック素材にして PV とか作ってもどうせ叩かれるし、でそうなると責任が候補にも来そうだし嫌だなって思いそうだな。ただ本命は集英社です。まあ、一番監修とかで良さそうなのは集英社なんですからね。だからその辺がチャチャを入れてきて、もともとギリギリでやってた開発がね、なんかユーザーの評判悪いみたいだけどとか言ってぐちゃぐちゃになったのかなと。なので今回のやらかしとしては本当に意味のない延期をしたこと、延期して予算膨らましたのにグラフィックに全振りしてしまったこと、まあ、そのためにレオラ姫とかね、いろんなものを犠牲にしましたね。でその判断を下したのは多分集英社とか広報の影響なんじゃないかなというのが僕の感想です。ここからはいろいろ補足情報を入れていきます。まずこのゲームっていうか大の大冒険を復活させるプロジェクト自体は終わる前にプロデューサーが撤退してます。というのもこのゲームもプロデューサーが交代しているわけですよ、出る前に。2023年3月に退社を発表すると、2023年5月29日に新会社ピンクルの設立を発表します。これネットイーストの 100% 出資の会社ですね。まあ、ノリとしては名越スタジオみたいなもんですよ。どうやらピンクルはゲーム開発会社じゃないですけどね。でこれと同時にスクエニで大の大冒険のブランディングとかマーケティングを手掛けた方がピンクルの取締役に就任したことも発表されています。つまりまあ大々のメンバーが抜けてるってことですよ。僕はこれに関しては否定的じゃなくて、別にリリース前に逃げたとか思ってないんですけど、リリースを見届けたいと思えるようなゲームじゃなかったんだろうなっていうのは、これはまあ事実としてあるのかなと思います。ここまで付き合ったんだからいいでしょうっていうね、本当はもっと前に辞める予定だったんだよみたいな、このリリースするかどうかも怪しいタイトルを着地させるところまで持ってったんだからもう勘弁してよってケースはまあ僕も見たことあるんで、つまりこういうプロデューサーの時間切れっていうところも含めて延期しきれないから最後まで作りきれなかったというわけです。まあ、なんでこのゲーム作られたのかっていうところに関しては、最近僕の中で流行ってる言葉で自我ってのがあるんですよ。まあ、自我があるかないか、まあ、神経通ってるかどうかとも言います。まあ、どういうことかっていうと、これは自分の作品だっていう意識で、これが面白いんだって一級入魂したものは誰かの心を打つし価値のあるものになるんじゃないかなと僕は思ってて、当事者意識が必要って話ですね。僕も YouTube やって100本か200本か動画作ってますが、自分が本当に力を込めて作った動画はちゃんと高いですし伸びます。逆に今ネタないなと、なんとか絞り出したの動画はゲームの面白さ関係なく伸びないです。視
聴者はちゃんと見てるんだなっていうのを嫌でも思い知らされるわけですね。こう毎日毎日やってると、かといって毎回面白いもの作れるかどうかっていうとそれは厳しくて、まあ、ネタとかね自分がもともと詳しくて思い入れあるかどうかに左右されるんで、まあ、月に1本くらいはこれだっていうものを作りたいなって考えながらやってます。でこれはゲームにも同じことを感じてて、果たしてこのゲームを俺のゲームだと思ってるのは、まあ、途中で辞めたプロデューサーなのか主演者なのか開発会社なのか、まあ、グラが悪いと騒いでユーザーなのか全く見えてこないなっていうところですね。そういうものは面白くないです。信念みたいなものが見えてこないからです。僕の動画のね反響とかでこれだったら 2D で、まあ、HD2D とか、ね、ありますし、ドラクエっぽいコマンド RPG みたいな感じで作ればよかったじゃんみたいな意見もあったんですけど、それはまあできないだろうなと思ってます。なぜなら俺はそれが面白いんだっていうのを突っ張らなきゃいけないからですよ、社内でね。いやこれ 3D アクションでやるくらいだったら、実は大の大冒険ってアクションゲーム望まれてるような感じはしてるけど、アニメをゲームに起こすって考えると大の大冒険って結構難しいし、で予算もそんなにね FF 本編とかドラクエ本編ほどあるわけじゃないから、グラフィックのリッチ面が問われる 3D アクションよりも 2D の RPG やった方がいいんじゃないって。で大の大冒険のファンってやっぱ子さんが多いから、そういう人にとって別にスクエニの売りであるコマンド RPG って全然受け入れられるんじゃない、俺はこれが面白いと思うけどなって言う必要があって、でそれを突っ張る必要があるんですけど、これ自我がないと不可能なんですよ。だから実際のところは僕がこのゲームプレイした感想としては、多分誰も自我持ってないし当事者意識ないし、でこんだけこのゲームがボロクソ言われてても、うわマジか俺が作った渾身のゲームかなーってショック受けてないだろうなと思います。ああそうだろうなみたいな、まああいつとあいつのせいでこんなゲームになっちゃったしなみたいなのを全員が思ってるんだろうなって僕は思います。だ自分じゃないあいつらのせいでこんなゲームになったんだな、俺は悪くないけどみたいなのを全員思ってそうだなっていうゲームですねこれは。だからその集英社なのか広報なのか経営陣なのかわかんないですけど、彼らが OK を出して発売することのみを目的に作られたゲームに見えるし、7500円っていう値段は全く適切ではないですけど、数字だけはベースにして一切ゲームやってないやつが会議だけして妥当な値段としたようなものにも見えますと。だからその自我がないやつが作って自我がないやつが売ってる。もっと言うとファミ通のレビューはもう自我ないですよね。人件費の無駄だからチャット GPT に変えた方がいいと思うんですけど、もしかしたらすでに変わってるかもしれないです。だって絶対誰にも気づかれないですからね。からとにかく関係者全員からクリエイター魂を感じないです。スクエニはトリプル A に注力するらしいですけど、まだ早いと思います。まずは自我を養った方がいい。トリプル A タイトルっていうのはマスに売らなきゃいけないです。FF16 みたいに何百万本とかって売らなきゃいけない。となると尖ったゲーム作れないですよね。でそれだけじゃなくて短期間で半年とか1年でガンガンゲーム作って、とにかく作って世に出すっていうことをもっと経験しないと厳しいのかなと思いました。別にお金かければ面白いものができるかどうかっていうとそんなこと全くないじゃないですか。お金かけてないスイカゲームとかが売れるわけですから。ただそのまあお金かけたグラフィックがすごいゲームだからこそ感動ってもちろんありますよ。だからそれはベースとして面白いゲーム体験があるからこそ、そのグラフィック良かった時によりはよりすごいなっていう感動があるのであって、まあ、だからこそモンスターハンターなりそのソウルシリーズなりっていうのはそのグラフィックの向上とともに会社の評判も上がっていってるわけじゃないですか。まずそのお金かけずに面白いゲームを作るっていうのとトリプル A タイトルを作るっていうのを両方やった方がいいと僕は思ってて、でどっちかっていうとお金かけずに面白いゲームをたくさん試すっていうところにひとまず余裕がある間にお金かけた方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、別にこんなこと言っても意味ないだろうなと思ってます。まあ、最後ねちょっと愚痴っぽくなってしまいましたが、僕の言いたいところとしてはこんな感じです。まあ、というわけでね、今回は前回のこのゲーム面白くないですよっていう話じゃなくて、いやそれよりも売り方やばすぎないかっていう話でした。でこれを変える方法は実はユーザーの力しかないんですよ。なんでかっていうと、まあ、大手ゲームメディアっていうのはもう雑誌が売れないので広告で稼ぐしかないからですよ。でその広告するにしてもレビューするにしてもゲーム会社と仲良くしとかないと、まあ、出禁になったりとかねしてしまう。だから、まあ、誰が見ても分かるような忖度をしないとやっていけないっていうのがこれはゲームメディアの実情としてあります。でゲーム会社はとにかく利益を出す、株価を下げないみたいなところに頑張ってますんで、こうなっていきますと。でこれが変わるとしたらユーザーが、まあ、そういったものから離れるしかないと。でそうすることで、このやり方では長期的に見て利益出ないんだなっていうことを悟ってもらうしかない、それで変えてもらうしかないというふうに僕は思ってます。皆さんはどんな風に感じたでしょうか。ぜひね思うことをコメント欄に書いてもらえればと思います。ではですね、チャンネル登録するかどうかもしますので、よろしければもう一本中江戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。以上の会社は今度もよろしく。